どうも皆様、あのハゲです。そのハゲや、ハゲっちょん、今日もよろしく。あんた、今日は孫にクリスマスサプライズしちゃうんだって？はい、そうなんです。孫はもう可愛すぎて尻に入れても痛くないです。それを言うならメだよ。早いものでね、もう明日はクリスマスイブ。皆様はサンタさんに何をお願いしましたか？あんたを感じにすなよ、ミタさんかよ。てか孫と一緒に住んでいる家、ハゲっちょん豪邸すぎるだろ。そして何このカツラトラップ。さては、孫ちゃんの仕業だな。これは、引っかかってあげるのが大人ってものだ。はい孫、ご満悦です。相変わらず表情ないけども。てか気づきました？トナカイもどきは前回拾った捨て猫ちゃん。こういう前ステージからの流れ、好きよ私。お、孫ちゃんの部屋、ちょい散らかってますな。そして入るんじゃって。あれかな？孫ちゃんが欲しいプレゼントは、この入るんじゃのイエローかな？お、孫からサンタさんへのお手紙ゲットで。はい、ジージサンタからプレゼントですよ。ぐっすり眠り続けて翌朝。お、やっぱ霊夢の予想通り入るんじゃイエロー。そしてあの無表情孫、微笑んだ微笑めるのか。そしてハゲッチョンが自分の部屋に戻ると、まさかの孫からのお返しか。あら、新しいカツラじゃないの。カツラってなかなかの高額なお品物。やっぱ孫ちゃん一家、金持ち？ってことでですね、一回目で成功してしまったわけなのですが、せっかくなので、孫ちゃんが望んでいなかったプレゼントをあげるパターンも見てみるぜ。さあさあ中身は何でしょうか。孫、目覚めてプレゼント発見からの、怪獣フィギュアや。って孫、欲しくないプレゼントに対する扱いひどすぎるぞお前。しかしですね、なんで孫がこんな感じだったのか、理由判明。なんたって孫が大好きなハゲレンジャーの敵。ってあれ、ハゲレンジャー？ハエルンジャーじゃなくて？マジだ、え、これはさすがにシンプルケアレスミスよね。うん、だって正解のプレゼントがハエルンジャーイエローだもの。失敗のプレゼントはどう考えても、ハエルンジャーの敵の予定だったんでしょう。でも運営様、ここまでハゲ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 の連続ハゲネタばっか制作してて、ハイルンジャーが無意識のうちにハゲレンジャーになってしまっていたと推測。なんかこれ気づいた時、ちょっと学生時代にテストの問題自体のミスを見つけたみたいな、謎の発見ワクワクを感じた私たちでございました。グローバルギアさんのアプリ散々実況させていただいてきて、こういう気づき初めてだった。それじゃあ皆様、良いクリスマスイブを。また明日。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。